コンプレックスが意外と役に立ったとき。群馬県渋川市名さんのコンプレックスが意外と役に立ったとき。背が低い私が上段にあるファイルが取れず苦労していると、もうちょっと。はい、ありがとうございます。イケメン社員が代わりに取ってくれた時。広島県東広島市若々さんのコンプレックスが意外と役に立った時。だいぶ凝ってるね。夫の肩をマッサージしていると、もっと強くできる、これくらいでどう、もっと強く押して、これ以上と言われたので。ああ、それそれ、かなりいい感じ。コンプレックスだった顎で押したら、あ、めちゃくちゃ気持ちいいわと言われた時。いいねいいね。ということで、コンプレックスが意外と役に立った時。